今日8月22日、初代社長永田隆史の命日でございます。こちらの百年仏壇制作発案でございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2023年8月22日、今日は火曜日ですね。今5時59分の朝動画でございます。外気25度、今日曇りでございますね。今日8月の22日、早かですね。もう21年になります。 えー、私の父でありますそして輪島式仏団偵の初代創業者永田隆の命日64歳で高いだったんですよね。 はあ、今思うと早かですね。私が今61歳なんですよね。あと3年ですよ。はあ、うちの父ちゃん早かったなって。まあうちの父は天才でございます。天才肌だったんですよね。やはりあの何やっても上手な人でございました。であの、素晴らしい輪島の職人でもありましたし、販売も上手やったです。で、こちらにありますですね。お客様のごいお話で輪島漆器の技術売生かして仏壇場作ってはいよって。ああ、わかりました。地元で作ったこちらの100年仏 仏壇ですね。今思ってもこれは素晴らしかった仏壇だともう毎日私見てますけどです、ね、改めて思いますこの素晴らしい仏壇を発案したですね もう素晴らしい経営者。もう我が父ながら尊敬申し上げます。今だから言えますけどね。生きてる時はこれ言えないんですよね。本当は一言そういうことを、まあ、かけてあげなきゃいけなかったなと私今後悔してますけどですね。ただ、私はですね、この父の形見であります。この百年仏壇販売にですね、障害をかけます。はい。もうこれはもう素晴らしい。私はもう日本一のお仏壇だと思っておりますので、 もうこれは自信を持ってお勧めいたします。ですから、このお仏壇ですね、先代の父のこの意志を引き継ぎですね、一生懸命頑張ってまいりますので、まあ、私は、父は64で高い,いたしました。私は二部下県その分ですね、長生きします。100歳まで元気で長生き、この100年仏壇を販売していきますので、よろしくお願い申し上げます。はい、すいません、ちょっと長くなりますけどですね、はい、今日は初代社長、父、永田隆の命日でございます。 平成14年没21年。早いですね。もうあれから21年経つんですね。やっぱ暑い日でございましたね。はい。輪島漆器の職人であり、販売をしておりました。100年仏壇を製作。もうこれはもう私はですね、もう日本一のお仏壇だと確信しております。私はもち思っております。父の形見でございます。自信を持ってですね、お客様にお勧めいたしております。 今非常にですね、日本製の仏壇って実は少ないんですよ。ほとんどが中国製、えー、外国製になります。私はこの素晴らしい百年仏壇ですね。この販売が私の転職、一生の仕事でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の会話を終わって、お祈り申し上げます。